日も一日頑張らなくちゃ。おはようございます。はい、頑張ります。あの事件が終わってすぐ、ちょっぴり長い連休が始まりました。学園の武道場も閉まるため、どう過ごそうか考えた結果、私は千秋先輩と一緒に自主トレに励むことにしたのでした。大丈夫？ソラちゃん。
どうも、さすがの仕上がりですね。まさに職人技ですね。まゆちゃんだっけ？あなたもあんなことができちゃうの？いえいえ、まだまだ修行中の身ですから。でも、いつかおじいちゃんほどの職人になれたらなって思ってます。うん、きっとなれるよ。すごく頑張り屋さんみたいだし、私ももっと頑張らなくちゃ。お互い修行あるのみだね。ソラさん。はい、そうですね。とまあこんなところね。これで時坂君に伝えたことは一通り。おかげさまで少しは整理できた気がします。異界ですか？聞けば聞くほど途方もないですね。コウ先輩とアスカ先輩がいなかったら、私も千秋先輩もどうなってたか。その一つお聞きしてもいいでしょうか？ええ、いいわよ。答えられる範囲になるけれど。アスカ先輩はコウ先輩とどういったご関係なんですか？だってこの間の事件の時も息ぴったりって感じでしたし、あんな場所で一緒に戦うんですから、よほどの信頼関係なんですよね。ごめんなさい、何か期待させちゃったみたいだけど、今まで時坂君と一緒に戦ったのは単なる成り行きに過ぎないわ。ソラちゃんや相沢さんの件も含めてね。そうなんですか？この際言っておくけど、私はできるだけ一般人を巻き込みたくはないの。協力を申し出てくれたあなたや時坂君についても同じよ。だからそれに関しては頭の片隅に置いてくれる程度で大丈夫。危険度が低い仕事やよほど人手が必要になる場合ならお願いしようかと思ってるけど。そうですか。なんだか気が抜けちゃいました。私もやっとコウ先輩のお役に立てるかと思ったんですけど。なんというか、ソラちゃん本当に時坂君を尊敬しているのね。今更だけど、つくづく意外な感じだわ。面倒見がいいのはわかるけど、妹弟子だったっていうのもだいぶ前のことなんでしょ？そうですね。一緒に過ごしたのも小学校時代の夏休みくらいです。でもあの夏があったから今の私があるっていうか。へえ。もしかしてソラちゃんの方こそ。もうアスカ先輩たら何倍音ですか。私は別にそんなことって。あら、その喋り方は。その実はまだ鉛が抜けてなくて、どうかコウ先輩には内緒で。そう、可愛いと思うけど。ホロスの通知ですか？ホロス。ええ、すぐ近くです。至急確認に向かいます。アスカ先輩。
たわ。
したの？あ、いえ、そのただアスカ先輩ってちょっとコウ先輩に似てるなって。それはなんというか少々心外ね。悪い意味じゃなくて、コウ先輩も昔からそんな風に何かと気にかけてくれてたんです。小さい頃のあの夏休みだって。九州からお父さん、師範と一緒に九重の道場に修行に来て、とてつもなく厳しかったけど、みるみる上達していくのが実感できて、毎日楽しくてしょうがありませんでした。そんなある日、少しの気の緩みからちょっとした怪我をしてしまったんです。その時真っ先に気づいて駆けつけてくれたのが高先輩でした。おい、大丈夫か、ソラボー。違うんです、私こんくらいで怪我もしちゃって。ああ、たく、さすがっつうかなんつうか。なーに、ソラボーだったらこれからもっともっと強くなれるさ。それよりもう俺の見てないところで怪我とかすんなよな。心配だって言ってんの。そりゃ実力はお前が上かもしれないけど、お前は俺の妹弟子なんだからさ。こう先輩、あ、ほら分かったら行こうぜ。そんな怪我なんか早く治してまた修行頑張んなきゃだろ。何気ない一言でしたけど、その時思ったんです。いつか私もコウ先輩みたいになりたいって。それはきっと千秋先輩に感じた強さにも通じてるんだと思います。だから何と言われようと、私はアスカ先輩に精一杯協力します。コウ先輩ならきっとそうするから。ソラちゃん、まったく、もうあなたたちと来たら。
クロスドライブ、今の異界迷宮は考えすぎなのかしら。え？いえ、気にしないで。それよりソラちゃん、怪我はないわね。はい、アスカ先輩、必要な時は必ず呼んでください。私もコウ先輩もいつでもお待ちしてますから。わかったわ、これからもよろしくね、ソラちゃん。一丁上がりっと。これで大体300万くらいの儲けかな。あの社外秘情報をゲットしたのは大きかったな。はいはい、どちら様。あ、ゆうくん、やっとつながった。なんだ姉さんか。もうなんだじゃないでしょ。今日の晩ご飯は食べた？ダメよ、レトルトばかりじゃ。学園もちゃんと行ってる？せっかく頭がいいんだから。食べてる食べてる、行ってる行ってる。それじゃあそういうことでおやすみなさい。あ、待てユウク。やれやれ、いい加減弟離れしろっての。学園ね、一体何が面白いんだか。悪いけど
今はこっちが忙しいんだよね。よくぞ来た、迷える子羊よ。今日はどんなご用かな？盛り上がってるわね。あ、ヒイラギさん。ねえ、ヒイラギさんももうダウンロードしてみた？ダウンロード？何のこと？まだ知らないんだ。神様アプリだよ。悩みがあっという間に解決するって評判なんだから。